はい、どうもベイアンです。夢タウン丸亀にですね、レイアウトを組み立てましたので、レイアウト紹介をやっていきたいと思います。平面レイアウトはこんな感じでして、まずは立体レイアウトの方の紹介をしていきたいと思います。いつもね、あの組み立ててるあのこの180度カーブのついた、ひな壇に、こちらの方1畳よりちょっとでかいかな、 1.5 畳ぐらいサイズの立体レイアウトをくっつけた、このレイアウトですね、 L 字型のレイアウトと、1畳にちょっと毛が生えたぐらいのサイズの、立体レイアウトを、プラロード大鉄橋で架橋したレイアウトになります。一応ね、これね、ハの字なんですよね。ここありますかね、あそこに倍、ね、2倍直線レールが入ってると思うんですけど、この斜めとこっちのここの斜めがあのハの字になってまして、本来ねくっつく形じゃなかったんですよね、昔はね。それをね、ここ S 字を外に振って、こういう風に同じ形をね、左右で作りまして、ここで架橋できるようになっております。まあ、昔はね、ハの字になったらもう架橋できねえとかっていう風に諦めてね、一から作り直しとかっていう風にやってましたけども、今はねやっぱりレベルも上がってね、ハの字だったらだっても関係なく、くっつけれる、まあ、あの架橋できるっていう風にレベルが上がっております。でここのね特徴的なのはこんな感じで結構かっこいいんですよね。で提案今回力作だったのはここです。この一行レイアウトとのくっつけるところ、あのこの L 字に曲がるところっていうんですかね、ここがすごく複雑になっててめちゃくちゃかっこいいんですよね。ここベイアンお気に入りポイントです。はい、めちゃくちゃかっこいい、ここ本当。でここもね、あの1回 S 字に外に振って、こういう風にまた S 字で中に入っていって向こうとつながるというね、結構複雑な作りになってると思うんですけどね。でここはね何連だ、1、2、3、4、5、6、7連かなの、プラロード大鉄橋になっております。めちゃくちゃ暑かったな。こんな感じで、でステージに上がるとね、上から見るとこんな感じでめちゃくちゃかっこいいんですよね。でここのね、あのさっきねくっつける架橋の部分の S 字がねこんな感じで出っ張る感じになっているので、ここも今回ちょっとお気に入りのポイントになってます。で今回ね、この E8 系をこの一番上のラインに走らせております。かっこいいよね E8 ね。で、今度は平面レイアウトの方の紹介をしたいと思います。今回の平面レイアウト、ベイアン力作でございます。なかなかあの平面嫌いなベイアンでもなんかうまくできたかなというふうに思います。あの組み替え駅ですね、こちら、これを今回ね1セット持ってきてたんですよ。でもね、あの作ってみてめちゃくちゃかっこいいなと思って、急遽あのもう1セットを買い足してですね、こんな感じにしてみました。で下をね、伏線が走ってこういう風にぐるーっとで上がって、ここのね今高架駅というか組み替え駅があるところと、こういう風にぐるーっと回って、あそこでこの薄緑の鉄橋のところでクロスするような感じになってます。であそこでもさらにクロスして、こんな感じのレイアウトになってます。めちゃくちゃかっこいい。でこれがね新しいセットの車両ですよね。ここも単独でこういう風に高架の切り通しレール使ったりとかして、で、まあ、短いですけどなかなかいい感じのレイアウトになってるかと思います。で今ドラえもんトラムがいるところもね、ここもあのこの伏線のここかな、ここでくっつけることによってあの一体感を出す感じになってます。はい、こんな感じのレイアウトにしてみました。でこのイベントですけども、7月20日からですね、9月1日までの、長期の夏休みのイベントになりますので、ぜひ夢タウン丸亀の方の、3階、フードコート近くの会場に遊びに来ていただけたらなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。いいレイアウトだなとか思われた方がおられましたら、ぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。